皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。11月も終わりとなってきました。12月になるとね、またどっと忙しくなるかなと思って、毎年恒例の女子会のランチ忘年会というのをちょっと今年は早めにやってまいりました。お酒なしの本当にね、ランチとそして美味しいデザートでもう喋りまくったんですけれども、ホテルのランチバイキングに出かけたんですが、開店と同時に入ってですね、そしてランチタイムからもうティータイムに変わるというギリギリまでいたので、結構うるさい集団だったんじゃないかなと思いますけれども、でもね、こうしてなかなか普段会えない友人たちと会えるというのも忘年会の楽しみでもありますよね。さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は JTB 沖縄代表取締役の宮島純一さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。宮島さんは石川県金沢市のご出身、早稲田大学を卒業後、旅行業最大手の JTB に入社、オーストラリアなどの海外を含む各地で現地法人の責任者を歴任し、2012年から JTB 沖縄の社長に就任されています。 JTB 沖縄は旅行業を核として地域活性化事業や沖縄の観光情報の広告プロモーションビジネスを展開しています。世界の観光を見てきた宮島さんに、観光産業のこれから、そして沖縄観光の可能性などについて話してもらっているようです。それではどうぞ。私、金沢って町で生まれ育ったんですけど、奥が深い町なんですけど、沖縄はもっともっと奥が深いというか、魅力的というか、100万石にも負けてないですか？じゃ、全然勝ってますよ。歴史の深さとか、人々の人情の深さとか、まあ、季節感は金沢が勝ちますけど、いいんじゃないですか、沖縄は。住んでもいいなと。全然いいですね。世界中を見てきた JTBA の宮島さんですから、その目で今日はもう沖縄をたっぷり語ってもらおうと思ってるんですけども、はい、まず旅行という人にとっての旅とかですね、それがこう産業になってきたということを、実感しますよね。そうですね。やっぱりこう工業と農業、一次産業二次産業がですね、やっぱりどん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 省力化された中で、一番大きい雇用を生むのが観光産業であり、一番大きい経済波及効果ってのがあるのがやっぱり観光だということに気づいたのが、日本はもう遅かったんですよ。15年前かな、小泉さんの頃にやっと気づいて、1000万人計画というのを立てたのが2005年ぐらいですか。小泉純一郎という総理大臣は自分で気づくわけはないので、JTB がずっとこういう価値なんだということを伝えていったんでしょうね。どうなんですかね、やっぱり日本をこの旅行というものを産業に目覚めさせるということは、JTB の役割でしょう。だったはずで、ありがたい、そう言ってもらえばありがたいですけど、やっぱり世界の中でカナダとフランスが早かったですね。もうとっくに観光庁、観光政府、観光庁が作っちゃって、政府観光局が世界の 何十カ国に作ったのがもうカナダとフランスです。次がオーストラリア。日本は今外から日本に来るという旅客は1300万400万くらいですかね。今年はね、もう1900万超えます。計画としては1500とかそんなこと言ってましたけども、もうその政府の計画を数字の方がわーっといって、2020年に2000万人計画だったんですよ。ところがもう今年1900万人おそらく超えます。ですので2020年に3000万人計画に政府は今まもなく変えて発表します。そういうことを想像していましたけども、いや本当にそうなりそうですか。3000万計画というのが出てくる。出てきますね。もう沖縄ではちょっと空港がね、ちょっと転廃気味で、なかなか
これから難しい船の港もいろいろ後でまたそういう問題になると思いますけど、日本全国の空港はまだたっぷり余裕がありますから、もう東京名古屋大阪の一極集中が終わって、こう地方に広がっていくと3000万人は十分受け入れられますので、今まであんなに地方に無駄に各県ごとに空港を作ってなんて言って、無駄の象徴みたいに言われてたものがもしかして役に立つかもしれない。これから役立ってくると思いますよ、私の石川県の能登空港っていうのは作った時にはもういろいろ言われましたけど、今台湾のチャーター機が50機今年で100機くらい来てるんじゃないですかね、やっぱ地方空港は入りやすいですし、いろいろ好きな時間に入れますし、これから地方空港はこういうインバウンドに向けてのいいコンテンツじゃないですかね、中国アジアのマーケットがこんな広がってきた、本当にこうこの数年あっという間でしたね。そうですね。でもその日本の話ですけども、日本は2000万近づいてきたと言うんだけども、フランスは確か6000万、フランスは8000万ですよ。8000万ですか。8000万人、まあ、そこは陸続きがありますからね、もうカウントの仕方がいろいろありますけれど、もう8000万人来てます、観光立国という言わせればやっぱフランスが一番、フランスですね今はね。やっぱり観光ってのは平和産業ですからね、やっぱり平和をみんなで作っていかなきゃいけないということの一番分かりやすいのは観光だと思いますよ、戦争なんてやってるとか誰も行きませんから、そうするとこういう観光ってのがこれだけリーディング産業になってきた時に、政府も国も戦争なんかやってればいいじゃないと、もう人来なくなったら経済立ち行かなくなりますから、やっぱり平和を守らなきゃいけないといういい意味での平和産業の最たるものが旅行業とか観光業じゃないですかね。国連もよく言ってくれましたよね、観光は平和の、平和へのパスポートという、1960年代ぐらいに出したんで、そうですね、やっと実感してくるというところ、JTB という会社は、これは1960年代に公社としてスタートしてるんですよね。私どもはですね、明治です、明治30年かな、国が日本ツーリストビューローという会社を作りましてね、その前身もあるわけですね。そうなんです。それが外国の人たちを受け入れる機関がなかったんですよ、外国の人たちの賓客、偉い人たちをのお世話を、もう記者の手配から宿の手配から通訳の手配、それをやる機関としてできたのが日本ツーリストビューローなんです、それが日本交通公社に戦後なりまして、で昭和38年に株式会社になりまして、そして15年ほど前にジャパンツーリストビューロー JTB という会社に変わったわけです、まあ、会社も宣伝になりますけど、いやそこだからその旅とかこうそんな公のものだったわけですね、そうです。だから、ね、子供の頃言うとその JTB の前身が作った、あの時刻表とかね、そうですね、当時は日本国有鉄道の国鉄さんが一番の株主、あと政府が株を持ってましてね、実際今も全く上場してないんですよ、私ども、JTB ってのは上場会社じゃないんですよ、1兆円企業でありながら上場企業じゃないと。そうなんです。今社員が2万6000人、172社、売上が1兆3000億の会社なんですけど、いわゆる緻密さとか正確さとか、おもてなしの精神とかそういったところではまず負けませんね、今世界中の方が一番見に来ているのが新幹線の清掃システム、正確さと速さと、そして3分おきに出ていくこだまと光とのぞみ、システムってのはもう世界中真似できませんから、やっぱり旅行においてもそのパンフレットを作るまでの一貫の流れ、手配の仕組み、まあ、私どものシステムが一番進んでるんですけど、ここと日本航空さんと日本航空さんのシステムが今世界の中で一番と言われてますよね。その手配の仕組みというのが、これはその世界中どこにも負けないんだという思ってるんですよね。実際そうだと。ただやっぱり難しいんです。2つの世界がありましてね、ウェブの世界とリアルの世界ってありまして、ウェブの世界は今ご存知のように、楽天さんとかジャランさん、ところが今プライスラインという黒船が来ましてね、ブッキングドットコムとアゴダという巨大勢力があります。そこはどうだろう、売上でも6000億くらいやってます。それとエクスペディアっていうのは、それもやっぱり4、5000億やってますね、それとジャラン楽天さんがどんだけ頑張っても数千億まだいかないと思いますね。ですから日本対黒船がやってきた戦いです。1兆3000億の JTB もそこのウェブ上での競争にはなかなかやっぱりちょっと遅れを取ってましてね、
今1000億ぐらいまでいったのかな、うんうんうん、まあ、楽天さん、じゃらんさんが私どもの4倍ぐらいやってますね。だそこがやっぱりでもこれからのどう生き残っていくかときにですね、航空券とマッチした商品をどう作るかとか、いろんなところの中で最後のこれから 5,6 年が戦いですね。あのでもまあリアルな旅はそれは絶対負けないぞという部分でいらっしゃるでしょう、はい、その日本そのインバウンドと日本を旅しに来る外国人に日本というのを商品化して売っていくと、これはもうそれは JTB の、 ずっとやってきた一番強みだと。そうですね、ありがとうございます。その世界に売って出るというのはその日本人に関わらず、そうですね、世界 の、 その日本人じゃない人たちが旅ということの商品を JTB がやるんだという話にビジネスその展開し始めてると僕は聞いてますが。そうです、私15年前にオーストラリアのケアンズの支店長してましたときに、うん、やっぱり最初の試みがですね、ガムのトヨタ自動車のメーカーの職場旅行をケアンズに持ってくる、うん、いわゆる日本を介さない、うん、オーストラリア人をそのガムの他国に旅させる、そうなんです、ガムのアメリカ人をケアンズに持ってきて、オーストラリアの方々を今度アメリカに持っていく、 IBM さんのインセンティブ旅行なんかも JTB でやってるわけですよ。いわゆるもう日本という市場の中だけでなくて、まあ、世界の中でどうやっていくかというレベルまで、まあ、JTB が来ております、うん、それ十何年前からもやっていた。十何年前の時はまあ小さい、まだまだ小さいシンガポールのトヨタ自動車さんがケアンズに来たり、ガムの日本人学校さんの修学旅行をケアンズで受け入れたり、まあ、そういうことも私もケアンズから日本にプロモーションでなくて、いろんなところのまず日本人社会プロモーションかけてましたね、うんうんうん、からだったんですけども、その国籍を超えての商売にもなっているんですよね、なってますね。まあ、日本という国がね、うん、その人口減少で、はい、マーケットも そう大きくもな、はい、大きくなることもないという時に、企業経営からするとこう外に打って出るという話、これもうそれしかないわけで、事業をでっかくして外に打って出ることと外需を取るということですね、はい、今沖縄含めて日本人の方がね、うん、1人が1年に使うお金は124万なんですよ、うん、そうすると4人家族だと480万ぐらい、だいたいそれぐらいが1年に使うお金なんです。で今沖縄に来る日本人の方は1人7万円使ってくれるんです、うんうんうん、そして1人7万円、3泊4日で7万円使ってくれる。で今外国人平均12万円なんです。中国人は24万なんです、まあ、中国人ちょっと除いて例えば12万円使ってくれる人が10人来ると1人分ですよね、うん、そうすると今年の沖縄150万人ぐらい外国人の方来てくれます。そうすると15万人分の沖縄の県民の15万人分の使ってくれるお金を外国人の方が使ってくれるわけです、うん、そうすると人口減少に伴う経済消費額の減少を補って余りあるというのが外国人さんも日本人の観光客の持つ経済効果なんです、うんうん、経済的な視点から見るこれインバウンド、はい、外国人観光客が増えるということ の、はい、そのもうデジタルに見える数字ですよね。そうですね。それと輸出と輸入の絡みもですね、今、まあ、原発なんかでね、石油とか石炭のどんどん輸出して、去年は出張ということで大変な入帳で赤字が出ましたから、今年黒字になってるんですよ。人が来ることによって、人が来ることによって、人が来るってお金を使ってくれることは輸出なんです、うん、輸入でないんですよ。これちょっと頭の中切り替えないとおかしくなるんですけど、うんうんうん、外国人の方がお金を使ってくれることは我々外国に物を輸出するのと一緒な経済効果があるんです、うんうんうん、それが今年1900万人来てくれるってことはですね、大変なことですよね、うん、長い目で見たいんですけどね、JTB は日本人が1億日本人が、はい、その1970年代ぐらいから旅に出ていく、はい、外に出ていくことを、はいはい、これだけ出していくということに力を入れてやってきた、はい、そうです。であれは逆に日本が輸入で黒字が、うん、輸出で黒字が余ったもので外国の批判をかわすためにも、それからそれこそアメリカに叩かれた時代ですからね。そうなんです。その時に観光客を増やして輸入を増やしたわけですよ。今度は輸出を増やさなきゃいけないときにはやっぱりインバウンドを増やさなきゃいけない、うん、これ経済の論理の中でも観光ってものがそれだけの数字を作ることになってきたんですよね。 JTB のビジネスとしてもこう入ってくることの、はい、お世話をしっかりできるということのビジネスに広がってもらってきてる。そうですね、転換ですね、うん、まあ、もちろん日本人の方がまだ沖縄には600万人来ていただいて、うん、海外の方が今年150万人、まあ、目標が760万人おそらく超えると思うんですけど、うん、やっぱり
外国の方が入ってくるってことの経済効果の大きさっていうのはもうすごいものがありますね、うんうん、その外国の人がという話なんですけども、こう旅ということを考えるときに、はい、20世紀、まあ、あのよく言われるのはジャンボジェットが本当に飛ぶようになって、ええ、1960年代後半ぐらいからジャンボジェットが飛ぶようになって、はい、一般市民が、はい、世界中の市民が旅というものを、はい、こう国境を越えた旅というものをするようになってきたと、うん、ずっとあれ数字見てみると上がってきていて、あの今年でいうと12、3億人の人たちがこうあの国境を越えて一泊以上の旅をしていると、うん、はいはい、これ まだまだ伸びるんですよね。一つ例を取りますと、中国の国民が14億おられるわけですよ。で今動いてるのが1億です。今日本が約1億の時代に1500万人動いてるんですよね。 15% 動いてるんですよ。と14億の方の 15% 動くとどうなります？優に2億超えるわけですよ。ですからまだまだ中国には潜在需要があります。それが同じくハラルのインドネシア、マレーシア、シンガポール。シンガポールは早く経済発展しましたけど、今マレーシア、インドネシアが追いついてきました。と彼らも今海外旅行に動き出してる。そこで今ハラルというイスラムの人たちが食べられる料理、お皿全てハラル認証っていうのがあるんですけど、今それ東さんがだいぶ早くから取り組んでおられますけど、それをもう今沖縄でもですね、やっと始まりましたね。世界で旅行業に携わってきた宮島さんならではの、まあ沖縄の観光についての視点なんですけれどもね。でも本当に世界中を回って、特にやはりフランスは世界をリードする、まあね、観光の、リーディング、まあ、の国だったわけなんですが、このお話の後にですね、コーラルラウンジでのお話の後にパリでのテロが起こって、これから観光立国のフランスどのぐらい大きな打撃を受けるんだろうというふうに思うと本当に切ない思いをしますけれども、観光は平和へのパスポート、そして観光は何よりの平和産業だというこの言葉、沖縄の私たちもしっかりと考えていきたいなというふうに思います。お話を終えて島田さんは、宮島さんの目には沖縄観光の魅力、それから同時に課題もしっかり見えていると思うので、沖縄の観光政策についてこれからも提言していってもらいたいというお話でした。今週はこのあたりにいたしまして、このお話の続きは来週お送りいたします。今週のコーラルラウンジは JTB 沖縄代表取締役の宮島純一さんと、ラウンジ常連客島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。先日ですね、第2回子どもインターナショナルフィルムフェスティバル沖縄キフォーが開催されました。私は第1回目のその前のプレイベントの頃からちょっとお手伝いをさせていただいてるんですけれども、例年ですね、子どもたちが大変活躍する、イベントなんですよね。今年はですね、子どもスタッフ、それから大人の皆さんのボランティアスタッフも増えてですね、みんなでこの日を迎えました。私は前夜祭の司会の方のお手伝いをさせていただいたんですけれども、今年の本祭、この映画祭の方のですね、メインイベントの方は子どもたちが司会を務めたんですね。日本語はもちろんですね、アメリカンスクールに通う、子どもたちによる英語での司会もあったりして、とっても頼もしかったんですけれども、那覇市内だけではなくて県内全域から、子どもたち集まってきまして、学校はもちろん違いますし、年齢違いますし、学年も違いますし、本当に普段例えばスポーツ系の部活に行ってる子もいれば、しっかりとこう放送部でやってるという子もいてですね、こういろんな、ところで活躍している子どもたちがこの映画祭のために集まってきて、でちょっとですね、私このリハーサルの時に、司会の子どもたちと一緒にですね、その司会をちょっとやってみたんですけれども、すごいんですよね、やっぱり子どもたち、伸びしろが違うっていうんですかね、本当に一言こういうふうにやってみようかっていうと、もうぐんとその吸収力っていうんですかね、うまくなって、でしっかりと、大人の皆さんに対して堂々と司会を務めました。こうしてなんか私たち大人がね、応援の仕方っていろんな応援の仕方があるんだなというふうに思いました。最初はドキドキしましたけれども、子どもたちを信じて、子どもたちの可能性にかけて、頑張ると、こうやって子どもたちっていうのは伸びていくもんだなというふうなことを感じました。子どもスタッフの皆さん、そして大人スタッフの皆さん、ご来場いただきました。
ました。皆さん本当にありがとうございました。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤のこれまでの放送はポッドキャストでいつでもお楽しみいただけます。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからポッドキャストでお聞きください。それから私富田やコーラルラウンジ常連客の島田さんのブログやフェイスブックでも情報発信中です。ぜひこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週はそろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田めぐみでした。それではまた来週。